はい、どうも皆さんこんにちは。ハンド付けライブを応援していますロクチです。そして小畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小畑さん、前回の動画とかで新しいプロジェクトで、その中で、新しいサービスがちょっと出てきたということをお聞きしたんですけれども、それってどういったものになりますか？一番はノンストップ生産をテーマにですね、サポートをさせていただくような活動になるんですけども、はい、まあ、その活動の中でお客さんの現場に入れていただいて、はい、メンテナンスであったりとか運用の仕方であったりとかのアドバイスをさせていただいているわけなんですけども、はいはい、やはりそこでですね、はい、お客さんそれぞれですね、はい、大なり小なりのですね、いろんな問題を、運用の問題を抱えられているなっていうのをすごく今感じているところです。でも運用をしていただくにあたって、必ずロボットをノーイングさせてもらうときに、例えば操作の仕方のご説明だったりとか、そのメンテナンス、こういったことをしなきゃいけませんよっていうご説明って必ずしてるじゃないですか。それでもやっぱり問題ってやっぱ出てくるものですか？そうですね、もちろんですね、はい、立ち上げ調整の時にメンテナンス方法だったり運用の仕方っていうところを、まあ、お伝えするんですけども、はい、やはり時間とともにですね、まあ、作業者さんも忘れられたりとか、まあ、極論作業者さんが変わってしまうっていうこともありますよね、はい、あったりしますので、まあ、その度にですね、我々にお問い合わせをいただくことは非常にありがたいんですけども、はい、まあ、お客さんの中ではですね、やっぱスピーディーに運用の仕方、メンテナンス方法が分かるものなんかないかなというようなお話をたくさんいただきましたので、方法としては、まあ、メンテナンス動画っていうのをメンテナンス動画たくさんちょっと撮ってみまして。メンテナンス動画いいですね。はい、メンテナンス動画ってどういうのが見れるんですか？はい、例えばロボットの、操作方法であったり、設定方法、設定、あとメンテナンスの仕方にロボットのオーバーホールの方法、結構多岐にわたって、はいはい、見れるんですね。はい、全部無料で見れるんですか？これはですね、無料で見れるものと、はい、有料で見れるものとちょっと分かれてはいるんですけども、ぜひですね、無料版のところからまず見ていただけて、ご感想いただければなというふうに思います。はい、その他にもですね、ノンストップ生産を充実させるための保守サポートを取り揃えております、はい、まず一つは技術者が行う、点検オーバーホールサービス、保守部品だったりをですね、取り揃えたメンテナンスキット、はい、ハンダ付け、がうまくいくようにするようなセミナーですね、だったりを取り揃えています。皆さん、詳細のことですね、聞きたかったらですね、ぜひ営業担当だったりとかホームページの方からお問い合わせいただければ、回答させていただきますので、ぜひお待ちしております。それでは、またお会いしましょう。それではまた。